キュアコスモとキュアスターのメイクアップ対決。今日はララをおしゃれにメイクアップしていくわよ。ララとはキュアコスモより友達歴私の方が長いから、絶対私の方がおしゃれにメイクアップできちゃうもん。メイクに友達歴は関係ないでしょ。ほんだ何よ。喧嘩せずにメイクアップ対決スタートフォー。じゃあまずは私からララをメイクしていくわね。ララをおしゃれに変身させちゃおうっと。メイク道具を用意して、まずはお目目にアイシャドウ。アイシャドウはブルーがいいと思うの。ブルーのアイシャドウをぬりぬりしていくよ。とっても可愛い。次はチーク。チークはピンク色のチークをほっぺたにトントン。ほんのりおしゃれにチークを伸ばしていくよ。反対側のほっぺたにもチークをトントン。可愛い。あとは指でさっとなじませてもいい感じ。そしてお次は口紅よ。口紅は赤色がいいと思うの。赤の口紅をこんな風につけて、かわいい。かわいくメイクができたら、今度はお洋服や小物の色を塗っていきましょう。ぬりぬりしていくよ。お洋服も緑でぬりぬり。黄色でもぬりぬり。オレンジ色でもぬりぬり。お花の色も塗り塗りして。
お星様のイヤリングもつけて、ララのメイク出来上がり。メイクアップしてドレスアップしたララ、とっても素敵。このメイク対決、私の方が上手なんじゃないかしら。もう今のうちにコメント欄にキュアコスモの方が上手って書いちゃっていいわよ。よし、キュアスターどんなメイクしてるか覗きに行っちゃおうっと。よし、ララを超可愛くメイクしちゃうんだから、メイク道具を用意して、キラヤバーのララのメイクスタートだよ。まずはアイシャドウ。アイシャドウは、オレンジなんてどうかな？ララのお目目をオレンジ色で塗り塗り。もうちょっとつけてみようか。かわいい。次はチークだよ。チークはピンク色でほっぺにトントン。かわいい。そして唇、唇は赤色の唇をお口に塗り塗り。でいいかな。キラヤバーにお化粧できたら、今度はお洋服や小物の色を塗っていくよ。ヘアアクセはブルーで塗っていこう。かわいい。アクセサリーはグリーンで塗り塗り。お洋服はこの部分ピンクで塗っていくよ。そしてそしてヘアアクセにこのキラキラのお星様をつけていくよ。こんな感じで、ここがいいかな。こっちがいいかな。ここにつけて、そしてイヤリングもこんな感じでペタッとつけていけば、超大人っぽいララのメイク出来上がり。宇宙人の女の子っていう個性的なララをさらに個性的におしゃれにドレスアップ&メイクアップ、イラヤバーにできたと思うんだけど、どうかな。動画を見てるみんなはキュアコスモとキュアスターのララどっちの方がおしゃれにメイクできたと思うかな。コメント欄に書いて教えてね。私がメイクしたこのララが可愛いと思ってくれた人は、コメント欄にキュアコスモって書いて教えてね。緑色の洋服、それからちょっと上品なメイク、アクセサリーや小物も可愛いでしょ。我ながら上手にできたと思うな。
私がメイクしたララの方がとっても可愛いなと思ってくれた人はコメント欄にキュアスターって書いて教えてね。髪型もメイクもアクセサリーもお洋服もラララ、しい元気いっぱいな感じで素敵でしょ。キュアスターのメイク上手だねって書いてくれたら嬉しいな。よろしくね。最後まで見てくれた人、ぜひぜひグッドボタンを押してね。コメントもたくさんお待ちしてます。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。